終わったな。倒せたようだな。ありがとうキリト、手ごわいお前が来てくれた。いえ、なんだ。おいキリト。はい。顔が赤いぞ。なんだリーナ。おいキリト、キリト。起きたかキリ。先輩、ここはセルルト家の所有する小さな別荘だ。とはいえ今は狩りの季節。そう、そういえばこの森は。キリト、先輩、おでこ合わせ。どうやらまだ熱。すみません。迷惑などはシステムコール、ジェネレートクライオゼニックエレメント。よし、この糖素を生成して混ぜた水で絞った布だ。これなら少しは熱を下。しかし体を壊すとは、学院時代からお前は変わっていないよ。そんなことない。先輩やユージはアリスたち、あんだ俺がこの世界で最悪死んだとしても、リアルワールドで目覚め、昔目の前で死にそうになったユージだからこそ、俺にはあんだ。お前が何を抱えているかあまり背負い込むな。先輩、ともかく今は無理をするのは厳禁だ。ありがとうございます。そうだキリト。はい。よし。いい匂いがする。待たせたな。お粥を作って。ああ、口に。ありがとうございます。その、どうしたんですか。もしかして。はい。どうしてだ。つまり。そうだ。病人自ら。病人って。でもせっかく。お気遣い。まろやかでリゾットみたいな味。その料理がどんなものかはわからないが、さ。はい。それでは。ごちそうさまでした。すみません、先輩にこんなこと。お前に無茶はしてほしくないが、だから遠。ありがとうございます。まだ外は雨が降っているな。はい。はい、リーナス。はぁ、あ、
上段から中段へのよどみない移動、剣戦の緩急。リーナ先輩こそ上級集権士だった頃の数倍は懐かしいな。はい、俺も少し休むと。リーナ先輩、確かにここにいた頃よりも実力はついただろう。だが何なのだろうな、ここでお前と剣を交わ、私にとって。あ、すん、完全に切れちゃった。天命値が減っていることに気づいてはいた。だが朽ちるのがこれほど早いとは思わなかったね。冗談だ。それって練習よ。ああ、ではあるが、昔先輩の大切にしている鞭が壊れ。どうしたキリ。いえ、何でも。そうか。はい。そういえば鞭はウルヤギの皮から作っ、町にてウルヤギの。用皮紙にカバンに靴。おお、うちの弟が今回はいいのがいる。じゃあウルヤギの皮はあるか。ああ、すまねえ、うちの牧草地じゃ取れねえからわざわざ遠方まで行って皮を仕入れてるんだが。そうだったのか。ウルヤギの牧草地は鉱山地。ボズ、地図。え、な、ウルヤギがいるのは。なるほどな。皮が売ってないのは残念だったな。仕方ない。リン、リーナ先輩。キリト、どう。実はウルヤ。なるほど、ウルヤギの皮はゆえにその鉱山地帯。はい、最初は俺一人で取りに行く気だ。あの鞭は。いや、だがしかし。もちろん分かってますよ。俺もこれまで大切にしてきた自分の、その気持ちは分かるつもりです。そうか。ではキリトよ。はい、もちろんです。